5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell Kim, konnichiwa. 今日はカインズのペット用品を購入してきたので、そちらを紹介したいと思います。イエーイ。カインズはペット用品が豊富ということでも有名だと思うので、こちらぜひチェックしていただけると嬉しいです。それではやってみよう。最初にこちら、薄型ペットシーツワイド、サイズが 44cm×60cm の74枚入り。こちらが税込み998円でした。我が家ではワイドサイズのトイレにレギュラーサイズのペットシーツを2枚置いて使っていたんですが、とワイドのものも使ってみたくてこちらを購入してみました。こちらはカインズオリジナルブランドのペッツワンの商品で、薄型タイプなのでこまめに取り替えるお家に合ってる商品だと思います。ね、キムね、これなんだろうね。1枚開けてみよ。1枚出してみました。水色なんだね。中水色のタイプの中水色のタイプのものでした。大きい、大きいね。トイレ吸収性ポリマーとパルプを使用しておしっこをゼリー状に固めます。そのため表面をベタつきにくく清潔に保ちます。そして圧縮コンパクト包装なので取り扱いも大変便利ですとのことです。わかんない。ティム1日おしっこ何回だっけ。まあ1ヶ月もったいない分ぐらいのうちの量になりますね。そしたらはい、次がこちらです。ペッツワンのクッションブラシ S という商品です。毛並みを整えながら毛玉ほどきっていうことで、猫ちゃんにもワンちゃんにも使えるものみたいです。あ、トリマー監修とこ食ってたね今ティムね。ティムはブラシが苦手だけど毛玉になりやすい毛質なので、ちょっとでも嫌がらなければいいなと思ってこちら試してみたいと思って購入してみました。優しい毛先ピンやマッサージ効果もあるみたいです。確かにね、触ってみると銀色の玉がついててちょっと優しい感じがしますね。ティム、これで毛玉取ってみようね。こちらは598円の商品です。ペッツワンのものは安い。使い方はもつれ毛をほぐした後に毛をかき分けてから毛先に向かってブラシを回転させるようにとかす。もつれ毛を無理に引っ張ると紐が切れてしまうので、手のひらに乗せてこうやってこうやってやるんだって。パタッ、ティム出してみます。おお、見てティム、新しいブラシだよ。やってみる？もうすごいね、これね。できるかな？ここ持ちやすいようにね、なってるね。で、このくらいの大きさで、黒と白のデザインになってます。あ、いい感じ？毛長いところ。あす。ダメだ。おやつないとダメ？ダメ。次はこちらです。ピュアクリスタルボトルニポン。これはワンちゃんとか猫ちゃんのお水のペットボトルに入れて清潔の水を保つっていう商品だと思うんですけど、給水器のボトルに入れるだけ、約3ヶ月使用できます。軟水ボールが水道水のマグネシウム、カルシウムを減少させて軟水にします。へえ。開けるとこういう感じになってて、中にボールが入ってます。これがマグネシウムとかカルシウムを減少させて軟水にしてくれるみたいです。結構食べるものじゃないんだよ。でも水さ、しゃっこいの好きだよね、いつもね。これね、入れてあげるからね。こちらは1080円です。次にこちらです。ね、これずっと欲しかったんだよね。こちらは車に貼れるワンコのうんちバッグ、強力マグネットシート採用ということで、車に貼れるワンコのうんちバッグ、こちらは1980円でした。これはお散歩とか外でうんちしちゃった時に、いつも後ろのワイパーにうんちぶら下げて走ってたんだけど、これがあると車にくっつけとけば、この中にうんちをしまえて車の中が臭くならずに
持ち運べるってやつだよね、ティム。今までバレバレだったんだよね。ね、うんち運んでたよね、ワイパーにくっつけて。これを車にペトってくっつけて、ここの間にうんちを入れてペトってくっつけたら、もうね、これでうんち隠してるなんて誰も思わないよね。よかった、ティム。おしゃれに運べるね、うんち。こんなにたくさん種類があるみたいなんですけど、我が家はこのジェラートホワイトっていう色にしました。レギュラーサイズですね。こちらはソフト素材になってて、ぶつかっても柔らかい。これでうんち運んでみたいと思います。そしてじゃじゃん、キムお待ちかねのスリンキー、2代目スリンキー。こちらは980円でした。我が家には前にもスリンキーがいたんですけど、とね、ボロボロになっちゃったんでお別れしたんだよね。そしたらまたさ、出会ったよね。ペットパラダイスとかで買うよりもめっちゃお得に買えました。こんな感じ。ちょっと革ブス、ここがローブになってて尻尾もついてる。こんな感じのスリンキー、かわいい。色が優しくて、前持ってたやつよりね、めっちゃかわいいよね。これ欲しいけど、欲しい、遊びたい。いいよ、はい、会いたかったもんね、ずっとね。あー、かわいいたくさん遊んでね。次からはおやつの紹介になります。まず一つ目、こちらささみ&お芋。こちらは498円です。これはペッツワンの商品で、カロリーコントロールができるおやつになってます。食物繊維が豊富なさつまいもに低脂肪の鶏ささみを巻いて、そのまま乾燥しました。全県使用で、こちらは 180g の大容量となってます。食べたいちょっと待って、ちょっと待ってね裏面には安心してお与えいただくために必ずお読みください。待てないティム、もちろん待てはい、オープン。よいしょ、こういう感じです。もう結構本当にボリュームありそう。はい、いいや、大きいね。これは長持ちしそうな感じだから、お留守番時とかにいいね。次はこちらです。無添加鶏砂肝干し肉。こちらは298円です。これは保存料、香料、着色料がなくて、無添加国産のものになってます。内容量 50g です。全県主要です。ティムはまだささみ&お芋に食いついてるね。ティム、砂肝も食べてみよう。砂肝も食べる？よし、よいしょ。こんなに大きい、こんなに大きいんですけど、食べる？うん、いいよ。これめちゃめちゃ長持ちだ。結構パリパリサクサクいってる。大丈夫？一気に食べ過ぎた？これも大好きなやつだったね。次はこちらです。先ほどのと同じシリーズの無添加鶏ささみふりかけ。こちらも保存料、香料、着色料なしで、国産、全県主要になってます。 60g 入ってます。ふりかけなので、いつものご飯のトッピングとして使いたいと思ってます。ティム、これは味見する？食べたい？もういい？お腹いっぱいになった、さっきので。これはね、粉々になってて、ささみ大好きだからね、いっぱい入ってるし、トッピングとして今度ご飯にかけて食べようね。そして最後にこちら、じゃーん、稲葉のチュールビッツ新発売という言葉に惹かれて買ってしまいました。やっぱ稲葉さんはチュールが有名だと思うんですけど、他にもチュルビーとかチュールロールとかね、あるじゃん。だけどこれはチュールビッツっていうことで、かわいいテトラパックに入ってるよって書いてます。 12g が14袋入ってます。味は鶏ささみ野菜バラエティっていうことで、鶏ささみ7袋、鶏ささみ緑黄色野菜入りが7袋入ってます。こちらは898円です。食べてみよう。1袋がこういう感じになってます。
ここから開けられます。よいしょ。はあ、すごい。こんな感じでいっぱい入ってます。あー、お行儀悪いね。なんとお行儀が悪い子供なんでしょう。食べられちゃった。いや、おいしい。これはもう安定に大好き、無限に食えるやつ。ちょっとおやつ食べ過ぎだな。この中に何個入ってんだろうね。この一袋には多分10粒入ってると思われます。これならね、多頭飼いの方とかもみんなでワケワケして食べれるし、どっかお出かけの時にも持ち運びやすいし、めっちゃいいね。これは本当にティムが最高に大好きなやつです。食べちゃった。食べ過ぎだよ。しかもこれ開けやすかったね。こうやって開けやすいし、もう人間のおやつみたい。あ、これは鶏ささみ味でした。購入品紹介以上になります。いかがだったでしょうか。初めてカインズに行ってみて、たくさん商品があって驚きました。今後もカインズや他のペットグッズを扱っているお店の購入品紹介もしていきたいと思っています。よければチャンネル登録をして待っていていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。